1年後期の期末試験期間が始まりました。ちょっとやばいかも、マジでやばいかも。まさかの留年か。普通にもんちゃん落ちるかも。マジでちょっとオーラルギュガの本当に。絶対受かろう。絶対受かる。皆さん、おはようございます。ハンガリー学部生の大輝です。今日は5月の19日になります。いよいよ1年後期の、期末試験期間が始まりました。今回の期末はですね、メディカルケミストリーとアナトミーの2教科が、残っています。ハンガリー学部では7週間ある試験期間の中から、自分で試験日を選んでテストを受けます。今回は自分は、ウィーク1にメディカルケミストリー、ウィーク3にアナトミーという試験日程にしました。早速、あさって22日にメディカルケミストリーの1つ目の試験があるので、今回はその準備の様子をお届けしたいと思います。メディカルケミストリーはですね、1学期2学期と、メディカルケミストリー1、2といった形で、1年間にわたって学んできたんですけど、今回の試験は、メディカルケミストリー2だけではなくて1学期の内容も含んだ総合試験となります。もちろんハンガリー学部は、試験が全てオーラル試験なので、今回は63個あるトピックの中から、各モジュールそれぞれ1つずつトピックを引いて、試験を受けます。まあアナトミーと比べたら、全然楽なんですけど、実際量は結構あるので、この2日間で最後しっかりと詰め切っていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ前置きはこの辺にして早速勉強始めていきたいと思います。それでは頑張ります。1時間ほど、勉強しました。ケミストリーの、テストの勉強してると見せかけて、実際今ちょっとアナトミーの勉強していました。まあアナトミーの試験自体は約3週間後なんで、まあ、まだ時間はあるんですけど、まあとにかく量が、膨大なので、ちょっとケミストリーの準備に全部時間割いちゃうと、あとあとにどんどん溜まってきちゃうので、最低限やりたい部分を、一番朝最初に、持ってきてコツコツと、やるようにしています。今から、今日一日中ケミストリーのテスト準備、頑張っていきたいと思います。まあ、1トピック10分っていった感じで集中してハイペースで頑張ってしたいと思います。じゃあ頑張ります。アレクサ、10 minutes 10 minutes starting now。はい、ということで、今何時だ？あ、もう1時ですね。ちょっと朝から何も食べてなくて、ちょっとお腹空いて死にそうなので、今からご飯食べたいと思います。ごちそうさまでした。うまかった。じゃあそれでは洗い物して、ご飯の勉強始めたいと思います。はい、ということで、ご飯食べ終わりました。まあ、勉強ちょっと始める前にですね、旅行のフライトチケットを取りたいと思います。ですね、ハンガリー学部は1年生の夏は看護研修といって、病院で研修をしないといけないんですけど、自分はそれを今回ハンガリーに残ってやるので、しばらく夏ハンガリーにステイするんですけど、ヨーロッパに同じく留学している友達がいるので、その友達と一緒にドイツに旅行しに行くので、そのチケットを、高くなる前に取りたいと思います。まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、ヨーロッパ内の海外旅行ってめちゃくちゃチケット安くて、日本だと考えられないぐらいチケット安いんですけど、今回は、ブダペスト、ハンガリーのブダペストからドイツのフランクフルト、に行きます。そのチケットがですね、なんと往復で1万80円。安い、マジで安い。もう格安航空が本当に信じられないぐらい安くて、こういう感じでね、ヨーロッパ内を本当に気軽に旅行できるっていうのもハンガリー学部の、一つの魅力だと思います。はい、ということでチケット取りました。こんな感じでね、めちゃくちゃ気軽にヨーロッパは旅行できるので、まあ、試験の力で終わった後の、楽しみも作れたということで、それをモチベーションに、今月1日の最後まで突っ走りたいと思います。じゃあそれではチケット取れたので、英語の勉強開始したいと思います。
はい、時刻は、50回ったところです。ちょっとやばいかも、マジでやばいかも。メディカルケミストリーって、まあ、正直アナトミーとかに比べたら全然めちゃめちゃ簡単な方ではあるはずなんですけど、グライコリセスっていうこの解凍系、これに出しておきますけど、このリアクション全部覚えないといけなかったりとか、記憶に定着させるまでちょっとまだ時間が足りない、やばい。本当にこの学校のきついところが、オーラル試験、まあ、口頭試問って本当にもうリトゥンエグザム、もう普通の筆記試験と比べて本当にさらなる理解ともう記憶の定着が本当に必要で、筆記試験みたいにこう問題があって選択肢があってそこから答えを思い出すのと、何もないところから、まあ、トピックだけあってそこから自分で説明できるところまで、思い出すの、そこの差って実は結構あるなってめちゃめちゃ思ってて、ちょっとそれを考えるとやばいかも、マジで。やばいよ。まさかの留年か。もうとりあえず、もうぐだぐだ言っててもしょうがないんで、もうひたすらちょっととりあえずできるだけアウトプット多めにして、できるだけちゃんとトピック見て自分で言えるかっていうのを試して答えを見ての、まあ、繰り返しですね。もうあとそれでちゃんと、定着しないところをあと固めるのを残り1日半で頑張らないといけません。引き続き、夜ご飯まで突っ走りたいと思います。まろこなしで、やばい。やばい、マジで。ちょっと今回マジでやばいな。普通にワンチャン落ちるかも。トピックによってはワンチャン全然答えられないのもちょっとまだありそうで、ちょっとやばいですね。マジでちょっとオーラルエグザム本当に、ちょっとこのシステムの嫌なところが、要は筆記試験って、要は8割内容が理解できてたら、まあ基本的には点数も8割取れると思うんですよ。なんでかっていうと、基本的に筆記試験ではこう全体の範囲が、まあ均一にある程度出されてるから。なんですけど、オーラル試験に関しては、トピックを引いて、その引いたトピックの出来で、要は全部評価されちゃうので、要は全然できないトピックを引いてしまうと、試験落ちかねないっていうような感じなので、まあ全部のトピックをしっかりと、まあ理想は 100% ちゃんとできるようにしないといけないので、やばいなぁ。やばいなぁ。ずっとやってるんだけどなぁ。全然入ってこないなぁ。どんどん抜けていくのがちょっとやばいです。本当にもう1分も無駄にできないんで、しっかり集中して頑張りたいと思います。よし、やろう。はい、現在時刻は8時15分です。ちょっとさすがにお腹空いたのでご飯食べてから、またその後夜頑張りたいと思います。ひたすらアウトプットして、頑張ります。ご飯食べて、今9時前ですね。ここからラストスパート、もう残りの時間で、もうやるだけやるしかないんで、ちょっとここから、集中して最後まで、頑張りたいと思います。いや、今日が終わるのでかいんで、早く終わらせたな。まあ、テストのために勉強してるとはいえ、結局後々の勉強とも全部関わってくるものなので、まあ、今しっかりと覚えてればその分後々の自分の、ためになりますし、まあ、それは結局最終的にはね、まあ、医療の知識とかそういったところに、結びついてくるので、ちょっと目的感も忘れずに、頑張っていきたいと思います。よし、じゃあ、ひたすら頑張ります。という間に、12時です。まあ、結構集中して、頑張ったんですけど、1日しかないと思うとちょっと不安が拭えないので、ちょっともう少しだけやってから寝たいと思います。まあ、テスト前のね、前日っていうのが一番人間頭良くなるんじゃないかと思ってるので、ちょっと明日しっかりと、もう本当に最後詰め切りたいと思います。今日やったところはちょっと、最後ざっと復習して寝てる間に記憶定着できるように、しっかりと詰めていきたいと思います。よし、やろう。できるぞー。いけるいける。オッケー。疲れた。疲れたよ。はい、ということで時刻は1時です。朝の、まあ、9時頃からお昼と夜ご飯の30分ずつの1時間を除いて、もうぶっ続けでと勉強したので、まあ、15時間ぐらい勉強しましたね、今日は。まあ今日1日でだいぶ、まあ全体が多分 60% ぐらいだったのが 80% ぐらいに仕上がってきたと思うので、明日それをちゃんと 100% に持っていけるように、頑張りたいと思います。じゃあそれでは、おやすみなさい。また明日。はい、皆さんおはようございます。現在時刻は、9時です。
いよいよ明日になりました。もう今日しっかりと最後の最後まで詰め切りたいと思います。明日はですね、朝7時半には会場ついてないといけないので、まあ結構早く起きないといけないんですよね。なので、ちょっと夜更かしはあんまりできないので、しっかりと集中して残りの時間を最大限活用していきたいと思います。基本的には、今日やろうと思っていることはもう最後全部一周するっていうことですね。60個以上トピックあるので、トピックの名前を見て全部言えるかっていうのを確認しながら、言えないところはさらに2周3周としながら、それは最後穴を詰めていきたいと思います。じゃあそれでは1分1秒無駄にせず、頑張りたいと思います。はい、ということで、時刻は1時です。午前中4時間やったので、今から、ご飯をパッと食べてまた午後の勉強を開始したいと思います。まあ、昨日と比べるとだいぶ定着してきてるので、この調子で、しっかりと残りの部分も頑張りたいと思います。もう反復の大切さを本当にしみしみと感じてます。いや、結構何周もしてきたから、まあ、だいぶ定着してきたんで、ちょっとしっかりと残り詰め切ります。じゃあご飯食べます。よし、はい、もう完全に昨日と同じ食事なんですけど、まあテスト前はもう動画映えとか言ってらんないんで、とりあえず食べたいと思います。じゃあいただきます。うめえな。ごちそうさまでした。よし、食べましょう。よし、じゃあそれでは、現在時刻は1時半ですね。じゃあ今からこの勉強を開始します。まあ、このメディカルケミストリーはジェネラルケミストリー、オーガニックケミストリー、バイオオーガニックケミストリー、バイオインオーガニックケミストリーといった形で4つのモジュールに分かれてるんですけど、そのうち2つ、とりあえず午前中で終わったので、今から残りの2つやっていきたいと思います。じゃあ集中して、午後も頑張ります。疲れた。うまっ。このチョコレートブラウニーマジでうまい。ちょっと脳に糖分補給して、この後も頑張ります。ですね、一旦バイオオーガニックケミストリーが、一周終わったので、ちょっと最後の、バイオインオーガニックケミストリーに移りたいと思います。実は明日はですね、まあ、オーラルエグザムがメインであるんですけど、実はそのオーラルエグザムの前に筆記試験のパートもあって、この前の試験当日の Vlog ではバイオオーガニックケミストリーの部分の中間試験があったんですけど、学期後半でやったバイオインオーガニックケミストリーは、中間試験がなかったので、その分をファイナルの時に、最初に受ける形になります。その筆記のパートを受からないとオーラル試験が進めないので、まあ、ちゃんと落ちることがないように最後詰めていきたいと思います。思い出して忘れ、思い出して忘れの繰り返しなんですけど、テストって本当に忘却曲線との戦いだなっていう風にマジで思ってて、人間すぐ忘れちゃうじゃないですか。何回も繰り返し復習して忘却曲線に、逆らっていくっていうような感じですね。はい、ということで、ちょっと夜ご飯まで過ごしていきたいと思います。頑張ろう。 So basically one type of isomerism that exists, trans isomerism, right? In some point crews, this is platinum because like the platinum is repeated centrally, and then ということで、時刻は8時です。今からパッとご飯食べて、ちょっと最後の最後は、バラガキですけど、ちょっと頑張ります。まあ、一旦、全体的に一周今日できたので、今からさらにちょっと苦手な部分を中心に、ちょっともう一周パッと最後回して、寝たいと思います。よし、じゃあご飯食べます。頑張んないぞ。まあ、明日早く起きないといけないので、10時半前までを目安に、しっかりと最後、詰め切りたいと思います。まあ、さすがにね、こんだけ勉強してきてるんで、まあ、5を取りたいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと不安なトピックとかもあるので、運要素を減らせるように、最後全部詰め切りたいと思います。じゃあ、ラストスパート、頑張ります。
はい、皆さんおはようございます。現在の時刻は7時前です。いよいよテスト日になりました。一つ起きてるのはですね、前回の期末試験の Vlog でも話したと思うんですけど、ハンガリーの学部では口頭試問は基本的には清掃で臨むっていった、そういった文化があります。規律を重んじる文化がハンガリーにはあるので、そういった面である意味ちょっと日本と似てるかもしれません。ちょっと緊張はしてるんですけど、しっかり今まで頑張ってる成果が今日出せるようにちゃんとやりきってきます。絶対受かろう、絶対受かる。おはよう。今日も Vlog デーです。さあどうなの、さあどうなの、テストだけど。まずいです。やばいんじゃない結構今回。今回まずい。普通にさ、普通にきつくね。間に合わなかったです。間に合わない。もう2日間ずっと回してよ、俺は。勉強時間すべてずっと回しとったからな、俺。はいはいはい。俺もそれよりも集中できるか。そうそうで、意外といいよ。YouTuber。Being YouTuber is the best way to study, you know? やばいよ。すごい、そう。もう無理です。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 やばいやばい。これも無理です。普通に。覚悟してます。覚悟してます。覚悟してます。とりあえず、最初のリテンパート、乗り切ります。試験、頑張ります。OK。ということで、一旦リテンパートが終わって、今からオーラル試験に向けて移動したいと思います。テスト前の悪ガキをしよう。じゃあ、これに戻ってきます。無事受かりました。よし。意外と、5も取れたので、よかったです。試験の感じはですね、3人が部屋に入って20分ぐらい、準備時間があって、その後1人ずつそれぞれ20分ぐらい時間使ってテストみたいな感じで、結構いろんなこともね、掘り葉掘り聞かれたんで、割とちゃんと準備してないと難しい試験なのかなっていうふうに思いました。グライコリシスっていう解凍系のトピック引いて、そのグライコリシスのステップとか、全部ちゃんと覚えてたので、しっかりとそれをかけてちゃんと一説も取れたので良かったです。ということで、無事ケミストリーが終わったので、ここからはアナトミに移りたいと思います。アナトミの試験は2週間後なので、それに向けてここから着実に勉強していきます。今日は、ちょっと試験が終わったので、一旦ちょっと身の回り整えて、買い出ししたり部屋の掃除したり、あと YouTube の編集もちょっと溜まってるので、少しやりたいなと思います。でまた、しっかりと明日から2週間戦い切れるように、頑張ります。はい、ということで、この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあそれでは、I'll see you in the next video. Bye.本当に容赦なく落としてくる。お前、殺されたい。ここでも落ちたら全てやり直しです。疲れた。無理すぎる。マジで。